地面に張った霜層は、摂氏0度以下に冷えた物体の表面に、空気中の水蒸気が消化し、氷の結晶として堆積したものである。なお、地中の水分が凍ってできる霜柱とは異なる。フェンスについた霜空気と接触している物体の、表面の温度が霜点よりも低くなると、空気中の水蒸気が消化し、物体の表面に微細な結晶構造を持つ氷が成長する。 この結晶のこと、あるいはこの現象自体を霜という着氷現象の一種である。日本語では霜が発生することを霜が降りる、霜が降ると表現することがある。霜という言葉は冬の季語である。地域的には寒帯、冷帯のほか温帯や乾燥帯、あるいは標高が高い場所などの冬の寒さが厳しい地域で見られる。移動や標高が同程度ならば、 内陸部の方が放射冷却が起こりやすく最低気温が低いので多く見られる。冬を含む寒い時期に風も弱く穏やかに晴れて放射冷却が発生し気温がおよそ摂氏5度以下まで下がった朝、地面付近の温度は気温よりも数度低い摂氏0度以下となり霜が降りることがある。気温がさらに低い場合は昼までも発生し一日中層が溶けないことがある。 なお、風が強いとき、雨や雪が降っているときは、地表の冷却が進まなかったり、霜の成長が阻害されたりするため、気温が低くても霜が降りないことがある。周囲より少しくぼんだ地形の場所や、谷底などでは、冷気が溜まりやすいため、霜も降りやすい。こういう地域は、霜道や、霜穴などと呼ばれている。霜は、植物の葉や、茎、地面、 建物や車の窓などに付着したものがよく目立つが空気と接触しているあらゆる物体にできる。積雪の表面にできるものもある。霜の結晶の形は雪の結晶と同じように様々なものがある。主に針状、鱗状、羽状、扇子状等の類型が知られている。表面が、ツルツルとしたガラスの表面では様々な形状の結晶を観察することができる。 観光期に最初に発生した霜を初霜あるいは霜の初日、最後に発生した霜を終霜あるいは霜の終日という。気候学的には、初霜から終霜までを、霜期間、終霜から初霜までを無双期間という。霜がついた草窓に付着した霜は窓層と呼ばれ、窓を不透明にしてしまう。自動車であれば、外が見えなくなるので、取り除く必要がある。 植物に付着すると、霜が植物を直接冷やしてしまい、活動が低下するほか、中の水分が凍って、養分などが滞り、枯れてしまうことがある。霜が毎年降りる地域では、霜が降りる時期に合わせて、農作物や、その他の植物に、霜対策を施す。しかし、春の、普段は、霜が降りない時期に伴奏が、 秋の普段層が降りない時期に、早霜が降りると、農作物に大きな被害を与えることも多い。霜による害を、層害、農作物や植物が直接凍ることによる害と合わせて、闘霜害という。春と秋の霜が降りるほど気温が下がると予想されるとき、日本では霜に関する注意喚起として、気象庁及び各気象台から霜注意報が発表される。 この霜注意報は、伴走や早霜の時期に発表されるもので、霜が毎朝降りるような冬の時期には発表されない。なお、八十八夜の時期の言葉として、八十八夜の別れ霜というものがあり、この時期まで霜が降りることがあるので農作業には注意せよということを意味している。また、二十四節気において十月二十三日頃を、走と言いい霜が降り始める頃というのが、 その由来となっている。霜の害を防ぐには、地面に水をまいて、湿度を上げ、放射冷却を弱める方法や、同じく水をまきっぱなしにして、あえて凍らせ続けることで作物の温度を0度以上に保つ方法、送風機で風を送り、地表の冷気と高いところにある温度の高い空気を混ぜ、気温の低下を防ぐといった方法がある。校舎二つは、茶畑などでよく用いられている。 温暖地の果樹栽培では、練炭や焚き木のコンロを果樹園のあちこちに設置して、伴走を防ぐ対策が取られる場合もある。畑の場合は細く裁断した藁を巻いたり、防草シートで覆うと良い。霜は気温が摂氏0度以上でも生じる。これは、霜の発生を決める地表付近の温度と気温は異なり、地表付近の温度の方が低くなるためである。そのため、 植物の生育環境を示す指標としては、気温摂取零度よりも、霜の有無の方が、実体に近く、熱帯系の植物の生育可能な範囲は往々に、して、霜が降りるかどうかで決定される。日本では、紀半島南岸以南の多くの地域は、年間を通じて、霜が降りない。この線を北限とする生物がかなりあることが、知られている。 冷凍室と冷蔵室が分離していないワンドアタイプの冷蔵庫では特に冷凍室の壁や氷の周りには霜が付着する。定期的に霜取りをする必要があるが本体にファンが取り付けられた自動霜取り機能を持つ機種も存在する。ありがとうございます。